こんにちは。はい、今日はリクエストにとっても多かったカバンの中身を紹介していきたいと思います。 What's in my bag? What's in my bag? っていうやつをやっていきたいと思います。皆さんやってるやつです。私が今回紹介するバッグはこちらのちっちゃいバッグで紹介したいと思います。洋服とかファッションに合わせて持つカバンはいつも違うんですけど、最近はこのちっちゃいバッグで持ち歩くことがとっても多いので、このちっちゃいカバンの中身を紹介したいと思います。で、本当に私がカバンに入れてるのは最小限のものだけで、本当に皆さんと持ってるものが変わらないんじゃないかって感じなんですけど、ちょっと本当に多数のリクエストをいただいたので、カバンの中身紹介したいと思います。はい、ちなみにこのバッグはいつだっけな、もう何年も前に買ったものでずっと愛用してるステラ・マッカートニーのバッグです。私ステラ・マッカートニー大丈夫？私はステラ・マッカートニー大好きなので、いろんな形を持ってるんですけど、その中でもとっても使いやすいこのバッグのちっちゃいやつですね。しかもこれ私が大好きな水色なのでとってもお気に入りです。ではでは中身紹介していきたいと思います。はい、でジャラ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 うるさいな。まず何から紹介したらいいんだろう。ポケットにはいつも、今は向こうにあるんですけど、いつもこのちっちゃいポケットの部分には、鍵を入れてます。そのまま、ちなみに鍵、キーケースとかせずにそのまま入れてますって感じですね。鍵ピッピッてやるやつ、これは。で、次は財布、じゃん。こちらはセリーヌの財布です。そろそろお財布買い替えたいなっていう頃です。で、ちっちゃいバッグが多いので、私はちっちゃい財布が好きです。一つ目、財布。こんな感じでいいのかな？で、二つ目が、こちら。これはエレガンスラプードルオートニュアンスフェイスパウダーってやつ。これは多分もういろんな人使ってて知ってる方も多いと思うんですけど、エレガンスのパウダーです。なんかメイク直しで持つものはこれぐらい。もうね、結構底見えって感じ。ポン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 みたいな、出先でポン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 ってできるし、これ鏡もついてるから、あの手鏡としても使えるので、こちら持ち歩いてます。これが2つ目です。で、3つ目は何から紹介しようかな。じゃん、ミンティア。これはなんか眠い時とかちょっとスッキリしたいなって時にいいので、これは結構必需品です。ミンティア3つ目。で、次4つ目がじゃん、コンタクト。私目が悪くって、今もコンタクト、透明のコンタクトなんですけどつけてるんですけど、コンタクトしてる方は分かると思うんですけど、なんか出先とかいきなり目痛くなることあるじゃないですか。そういう時に使うようで、コンタクトは予備で持ってます。次はリップ、1、2、3、4、5つ目、リップです。これは最近お気に入りのボビーブラウンのリップです。こちらはクラッシュドリップカラー、テルライドっていう色味です。ちょっと茶系なんですよね。カメラ通すと赤っぽく見えるけど、直接見るともうちょっとブラウン味が強い感じで、最近はちょっとこういう、なんだろう、シックなというか大人っぽいカラーにハマってるので、こちらを持ち歩いてます。持ち歩くリップも結構気分によって変えます。こちら5つ目です。次、じゃん、6つ目、これゆうかちゃんのリカフロッシュのやつ。これなんていう、なんかブラウンの色です。で、リップはだいたいいつも2個か3個ぐらい持ち歩いてます。気分で変えたりとか重ね付けしても色が変えれるので持ち歩いてます。
こういうなんだろう、リップスティックタイプを2本持ち歩くっていうのはあんまないんですけど、このリップとこれだとティントで種類が違うので、あともう1個持ったらグロス、ツヤツヤさせたい時に使うためにグロスを持ったりします。でも最近はこの2つで完成させてます。唇暗めの色、これどっちも単体でも可愛いし重ねても可愛いので、この2つを持ち歩いてます。1,2,3,4,5,6 6つですね、今で。次、7つ目、じゃん、ナザール。私は本当に鼻炎なのか分かんないんですけど、花粉症が本当にひどくって、今もうなんかブタクサが飛んでるみたいで、本当に毎日めっちゃ痒くって鼻水が止まらないので、こちらを持ち歩いてます。これはもうマスト、旅行とか行くときはいつも3本ぐらい持っていきます。あの、そんなに使わないんですけど一応、なのでこれは必ず持ち歩いてます。7個目で、8個目、じゃん、 AirPods。 これはプロじゃなくて、これ、ま、昔に買ったやつです。前のやつ。 AirPods はもう移動するときもいつも聞いてるし、タクシーの中でも歩くときでもお買い物中でも打ち合わせ行く前もずっと耳につけてますって感じで、全部ね、一応コンパクトなのでちっちゃいバッグに全然入っちゃうんですよね。あ、これが 1,2,3,4,5,6,7 8個目 AirPods で、9個目がこちら、じゃん、これはヴィトンの香水です。私いつも家出る前に香水をつけるんですけど、その香水とは別にバッグにこのちっちゃい香水を入れてます。気分転換にしたりとか、なんだろう、ご飯食べた後になんか髪の毛に匂いついたりするのがすごく嫌なので、その時にシュッシュッってやったりとかするために、こういうちっちゃいタイプのカバンに入るやつを持ち歩いてます。シャネルとかジルスチュアートとか、こうなんだろう、コロコロするやつとかもちっちゃいのたくさんあるのでおすすめです。ちっちゃいバッグはこういうちっちゃい香水、あと練り香水とかがおすすめです。はい、シャネルじゃない、ルイ・ヴィトンのやつです。こちらが 1,2,3,4,9 個目です。で、10個目っていうか、もう最後これしかなかった、タイン飴、この前 UFO キャッチャーで撮った。はい、以上です、私のカバンの中身でした。じゃーん、もうない、全部。本当にこれはとってもちっちゃいバッグなので、逆にこんなに入れてんのかって感じかもしれないんですけど、私はこんな感じですね。バッグの中に多いのかな少ないのかもうよくわからないんですけど、こんな感じで入れています。はい、私のバッグの中身でした。はい、ぜひ皆さん、バッグの中にこんなもの入ってたらおすすめだよとか、なんかいいグッズがあったらぜひコメント欄で教えてください。はい、最後までありがとうございました。バイバーイ。